学校が終わったので今から2回目のワクチンを打ちに行きたいと思います。ワクチンを打ってから10時間ぐらい経ったので熱を測ってみたいと思います。低っ。はい、6度6分ですね。平熱です。腕が、ちょっと痛いんですけど全然大丈夫そうなので痛み止め飲まずにお薬飲まずに寝たいと思います。明日熱出ないといいなって感じなんですけど、夜中とか。今は元気なのでまた明日動画を回したいと思います。おやすみ、バイバーイ。頭がね、痛い感じがする。30時間ぐらい経ったんだけど、夜中とかも12時とかは大丈夫だったんですけど、で、4時ぐらいにちょっと寒いなって思ったんですけど、毛布を取りに行く気力がなかったので、もうそのまま寝たんですね。朝起きた時は結構元気だったので、朝ごはん食べて、顔洗って、スキンケアもしてっていう感じで生活できたんですけど、その後やっぱりなんかベッドにいていつの間にか寝ちゃって、ちょっと YouTube 見たりとかしてて今に至るんですけど、なんか朝よりちょっと体がだるいなっていう感じですね。あ、暑いなっていう感覚はないんですけど、測ったらちょっと微熱って感じなんですけど、寝込みそうなかーって感じではないので、もうちょっと様子を見たいと思います。元気になったらまた動画を回したいと思います。バイバーイ。おはようございます。ちょっと昨日結局体がちょっと痛いのとだるくてお風呂に入れなかったんですけど、今起きてちょっと顔出しじゃないんですけど熱を測っていきたいと思います。36度1分です。微熱があった時と比べてだいぶ体が楽になりました。あとね、やっぱりなんか体が痛いのとだるいっていうのがあったので、昨日病院から買ったカロナールを飲んで寝ました。そしたら朝元気になっていたのでよかったです。ちょうどね今48時間経ったんですけど、打ってから丸々2日経って元気になったっていう感じなので、まあ2日ぐらいしたら良くなるかなって思っていたんですけどね、ちょうど2日ぐらいで良くなりました。まあでも今日はのんびりまだ過ごしたいと思うんですけど、元気になってきたので良かったです。ご飯を食べたいと思います。はい、というわけでちょっと今別日に撮影しているんですが、2回目のコロナワクチンが無事終わりました。1回目はちょっとこうやって右側に動かすと腕がちょっと痛いなっていうぐらいで、でも全然体がだるいとかそういうのはなくて次の日も元気だったんですけど、2回目はねちょっと微熱が出たりとか体がちょっとだるくて1日ちょっとベッド生活をしていたんですけど、でも3日目にはねもう元気になって食欲も増えて無事このように元気になったんですけれども、コロナワクチン1回目の動画も出しているのでよかったらぜひ見ていただけたらなって思うんですが、打つ打たないは人それぞれの判断ですが、今回私はワクチンを打ったので接種後どういう感じだったのかっていうのを動画にしてみました。副反応も人それぞれなので、何にもなかったっていう人もいればすごい具合悪かったり、もう39度以上出たりとかする方もいらっしゃるみたいで人それぞれなんですけど、私の身内とか家族とかはみんな打ってて、東京に住んでるお母さんのお姉ちゃんとかも打ってて、みんな熱とかなく全然平気だったって言っていたんですけど、家族もね一緒に住んでるおばあちゃんも全然元気で何にもなかったんですけど、私だけちょっとね微熱だったり出ちゃったんですけど、友達でも全然何もなかったっていう人もいたので、本当人それぞれなんですけど私は打っといた方がいいかなって思ったので打ちました。まあ、今後ねもっとコロナが落ち着いたり、あとコロナになってもお薬を飲めば大丈夫なね時代が来ればなって思うんですけど、今ワクチンの接種を悩んでる方とか不安な方の少しでも参考になればなと思い今回動画撮ってみました。私は全然今元気なので
打ってよかったなって思っています。では最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも参考になったなって思っていただけた方はぜひグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますのでよかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバイ。コロナの感染者数が今結構減ってきてるかなと思うんですけど、油断はねできないのでこれからも感染対策しっかりしていきたいと思います。